西尾高等学校は岐阜県岐阜市にあるキリスト教教育を実施している私立高等学校。もともとは西尾女子高等学校であったが2004年4月から男女教学部普通科を設置し名称が西尾高等学校となった学校法人岐阜西尾学院が経営している順看護師を養成する施設や保育士資格準備に対応した施設を有する系列校は 中部学院大学である。学校法人岐阜祭美学院は創立者、片桐隆子の手により岐阜裁法を女学校として1918年に発足した。その後、戦火をくぐった創立者の子女、片桐隆がキリスト者だったこともあり、反戦、平和への祈りと願いから戦後はキリスト教主義学校として出発、1951年に設立認可された。 福音主義キリスト教に基づく学校教育を通して知、徳、体の調和の取れた人間性豊かな生徒を育てる。教職員にあっては生徒の安全と学力保障を第一に考え、危機管理意識を共有しつつ、教育目標を明確にして、その具現化に努めるとともに、教育専門職としての教授を持ち、常に自己の資質向上に努め、 生徒の学力保障と進路希望の実現に邁進する。旧約聖書の神言一章七節、神を恐れることは知識の始めであるを見学の精神としている。記憶正しく、愛情深く確かな学力、豊かな心、健やかな身体、春秋差し伝、文庫十八年から聖祭その美不因その名より、歳尾教育に関する直後。 奥長心を一にして生成その美を積みせる派これはが、過酷定の成果にして教育の遠言また実るにこれに、アリス運動系文化系宗教系、西美高校の一角に立つ河で上の石碑。ありがとうございます。